目立たないけど地味に強いキャラを紹介。隠れ強キャラランキングトップ10。隠れてないで出ておいでー。今回は隠れ強キャラを紹介するけど、コラボやアルファキャラは外しているわよ。モンストの売りキャラ限定だな。わかったぜ。第10位からいくわ。ハーメルンパイプね。伝説のググ8のガチャで実装だぜ。ハーメルンパイプは闇属性の貫通、砲撃型。アビリティはアンチ重力バリア、アンチブロック、魔法陣ブースト、状態異常回復ね。キラーとかがないんだな。なんかパッとしないんだぜ。このキャラの強い部分は友情コンボよ。砲撃型の超強スナイプバレットとトライアングルボムで、強友情を2つ持っているわ。特に超強スナイプバレットは敵の HP をゴリゴリ削ってくれるわよ。超強スナイプバレットってプレデビオルとか、オーデンタミツヨについている友情だよな。確かに強い友情だけど、それだけじゃ強キャラにならないんじゃないか？何を言っているのよ。よく見て、このキャラは砲撃型なのよ。普通の超強スナイプバレットの 1.5 倍の威力が出るわ。しかも魔法陣ブーストも持っているから鶏状態ならさらに 1.5 倍の威力を出せるわよ。あの威力を 1.5 倍なんて結構強いんじゃないか？高難易度だと出番がないけど、周回なんかではかなり早く敵を殲滅してくれるわよ。サブ友情のトライアングルボムで誘発できる点も、このキャラを評価できる点ね。今はヘキサゴンボムとか出てきたけど、トライアングルボムはまだまだ強友情だよな。このキャラを持っているなら周回で使ってみてほしいわ。ワクワクのには熱き遊撃の力があったらいいわよ。次は第9位。サプルヌスよ。パンテオンの優勢ガチャで実装だぜ。サプルヌスは闇属性の反射でパワー型。アビリティは超アンチダメージボール、マインスイーパー M、超レーザーストップ。ゲージでアンチ転送壁とダッシュを持っているわ。今から増えていく転送壁と注目度が高い超レーザーストップを持っているな。希少なアンチ転送壁を持っていて、高難易度クエストのビッグ X の適性として活躍できるわ。その点でちょっと注目度は上がっていったかもな。アンチ転送壁を持つ枠では、希少なサポート役として編成できるわ。サプルヌスの友情はヒーリングボムスローと超強状態異常回復ブラスト。HP 回復もできて、状態異常回復もできちゃうわ。高難易度ではかなり役に立ちそうだぜ。友情はどちらもダメージは出ないけど、サポート面に優れているわ。サポート特化なのか？ SS でもサポート系だから、本当にサポート特化キャラね。1段階目が16ターン、2段階目が24ターン。敵を倒すほど味方全員のパワーが一定期間アップするわ。味方全員か。これは強い匂いプンプンするぞ。味方の攻撃力は敵を1体倒せば 1.15 倍、2体倒せば 1.3 倍と 0.15 倍ずつ上がっていくわ。1段階目は自強化等倍の継続期間1回行動、2段階目は自強化 1.35 倍の継続期間2回行動よ。この効果を1回だけなのか2回なのかでかなり変わりそうだな。結構変わってくるからこのキャラには即必殺のみを持たせておいた方がいいわね。SS を打てない時が出たら最悪だから、即必殺でその事故を防ぐこともできるわよ。早めに打って強化をすることも大事なんだぜ。次第8位。ヘラね。オユンポスの系譜で実装だぜ。ヘラは光属性の貫通で超バランス型。アビリティは超アンチ重力バリア、アンチ減速壁、バリア付与、SS ターン短縮。コネクトスキルでマインスイーパー L、飛行付与、SS ターンチャージ M ね。コネクトスキルの発動条件は自身と種族が異なるキャラが2体以上、または自身と線形が異なるキャラが2体以上よ。いろいろ付与したり SS ターンを短縮したりしてくれるな。飛行付与は今はおまけみたいなものだけど、バリア付与と SS チャージ M はサポートで役に立つわよ。サブ友情も白爆発 EL を持っているから、友情コンボの誘発もできるわね。爆発友情はずっと腐らないんだよな。メインが16方向レーザー EL でむちゃくちゃ強いわけじゃないけど、サポートの方の爆発は永遠に不滅よ。SS ターン短縮も持っていて、このキャラの SS がサポートでも使えるわよ。サプルヌスみたいな感じなのか？結構違うわ。こっちの方がバフをつけやすいわね。1段階目で16ターン、2段階目で20ターンで触れた味方のパワーとスピードを一定期間アップ。1段階目のパワーアップ倍率 1.35 倍で、継続ターンは味方が2回動くまで。2段階目のパワーアップ倍率が 1.5 倍で、継続ターンは味方が3回動くまでね。当たればいいだけなのは簡単だな。倍率も結構高めだからいい感じだぜ。ヘラはこのサポート性能が高くて、ある強キャラと相性がいいわ。強キャラ？誰のことなんだ？ジャック・ザ・リッパー管理者よ。アビリティ的にかなり相性がいいから降臨周回でかなり活躍できるわよ。強キャラの相方に慣れているのは強みだな。坂の上の田村マロもヤクモがいるから評価爆上がりだもんな。ワクワクのみはこのキャラも即必殺をつけたいわね。マインスイーパー L も持っているから、過激系のみをつけてアタッカーの能力を上げるのもありよ。いろいろな使い方ができるキャラだな。では、第7位。電動リュールよ。黄昏の閃光廃棄弾2で実装だぜ。このキャラは闇属性の貫通、バランス型ね。アビリティはアンチ重力バリア、超アンチワープ、アンチ魔法陣、アンチ転送壁ね。4アンチアビリティは偉いな。転送壁も持っているから未来でも活躍できるかもだぜ。友情が16方向レーザー EL で闇属性なんだけど、インボリューとスフィアナローは光属性ね。
工場キャラはこれがあるから怖いところなんだけど、そこまで弱い友情コンボじゃないわ。でも、これだけじゃあまり強いとは思わないな。汎用性が高いキャラって感じだぜ。このキャラの強いところは SS ね。使い方は選ぶけど結構な火力を出してくれるわ。加速して、弱点キラー&連撃キラーになるわ。1段階目で8ターン、2段階目で20ターンよ。1段階目がこれだけ低回転なら使いやすそうだな。事業化は当倍スタートなんだけど、1段階目で弱点キラーと連撃キラーがそれぞれ 1.5 倍つくわ。2段階目は弱点キラーと連撃キラーがそれぞれ2倍つくわよ。弱点に当たったらとんでもないダメージが出そうだぜ。1段階目でどんどん回していくのもありだな。これだけで強いんだけど、このキャラが貫通タイプなのよね。連撃キラーと相性が少し悪いわ。だけど、スピードアップの友情を持っているキャラや、アクセラレーター、バブル状態にできるキャラといれば、このキャラの強さはもっと発揮できるわよ。連撃キラーを上限まで乗せやすいわね。最大倍率までいったらとことん強くなりそうだ。これから転送壁のクエストが出てきたら、このキャラが適性をもらえる可能性はあるわ。アンチワープも超がついているから、このキャラの攻撃力をモリモリにしたいよな。このキャラも SS を複数回使いたいなら即必殺、2段階目で輝かせたいなら過激系がいいわよ。いろいろな使い道がありそうで頼もしいキャラだぜ。では第6位、ショコラよ。キッチンヒーローズで実装だぜ。ショコラは闇属性で反射型の超バランス型。アビリティは超アンチ重力バリア、アンチ減速壁、シールドブレイカー。コネクトスキルで超マインスイーパー M、カウンターキラー、友情コンボ ×2 ね。スキルの発動条件は自身と種族が異なるキャラが2体以上、または自身と線形が異なるキャラが2体以上。これはパッと見て強そうだな。友情コンボ ×2 が特徴的だぜ。その友情コンボが結構やってくれているわ。友情コンボはエナジーボールと超強ヨーヨー弾よ。エナジーボールは超バランス型とカウンターキラーの2つが乗るため最大火力はかなり高めなの。それが2発出るんだな。この威力が高すぎて、エレメントエリアのあるイグノーではエレメントエリアを無視できるわ。え？あのステージを友情当たるだけで、ダメージが出るのか？それはすごいじゃないか。過去にネオとコピーの友情とかでもダメージを出せたんだけどね。単体でここまで友情でダメージが出るのはすごいことなのよ。エナジーボールの使い勝手は難しそうだけど、エレメントエリアの難しさに比べたらだいぶマシだぜ。そしてショコラの SS は号令。12ターンと短いためザコの同時処理にも気軽に使えるのよ。2段階目は20ターンだけど、1段階でゴリゴリ回してもいいわね。1段階目で自強化と味方強化が 1.2 倍、2段階目で自強化と味方強化が 1.5 倍よ。高倍率ってわけじゃないけど、味方全体が強くなるんだよな。それだったら十分だぜ。低難易度や周回ではほとんど使わないと思うけど、高難易度で使えるところもあるわ。おすすめのワクワクのみは熱き遊撃をつけたいわね。あとは過激系を乗せればいいと思うわ。2発打てる高友情コンボをさらに強くするんだな。これは絶対熱き遊撃を乗せたいよな。次は5位ね。ガラティーンよ。伝説のググ8のガチャで実装だぜ。あれ？ハーメルンパイプと一緒じゃないか。そうよ。しかも伝説のググ8のもう1体は上張り鏡だったわ。天魔さんでも使えるキャラよ。かなりいいガチャだったんだな。工場ガチャの中でもトップクラスのキャラ揃えだぜ。このキャラは光属性の反射スピード型。アビリティでアンチダメージボール、超マインスイーパー M、気候封じ M、回復 M。ゲージでアンチワークと壁 SS ターン短縮よ。壁 SS ターン短縮は使いやすいよな。反射キャラだけどスピード型だから発動しやすそうだぜ。ガラティーンはアビリティに回復 M、サブ友情に超強回復弾を持っているわよ。自身のターンでは味方に触れることで HP を回復して、味方のターンでは友情で回復の立ち回りができるわ。非ダメージが大きいクエストでは、サポートとして大活躍してくれそうだぜ。そして SS なんだけど、触れた味方のパワーを一定期間アップでヘラと同じような感じね。倍率とかも一緒なのか？1段階目で 1.5 倍バフして2回動くと終了。2段階目で 1.8 倍バフして3回動くと終了になるわ。ヘラよりも倍率が高くなっているわね。こんな便利な SS ターンを持っているのに、SS 短縮系のアビリティを持っているのは偉いぜ。ヘラもそうだけど、この SS はできるだけ継続させたいから、短縮で何回も発動させられるのはいいわね。ずっと 1.8 倍の強さを付与できるとか、本当に反則級の強さになっちゃうよな。このキャラはアンチブロックを持っていないけど、ベジテパラでも使えるの。ベジテパラで強キャラのキリンジを、SS でさらに強くできるところもいいわね。アンチブロックを持っていたらこの SS で味方に当たりやすそうだけど、残念。このキャラは SS を早く打つために即必殺をつければいいわよ。SS でバフをぶん回していくんだぜ。次は第4位。ディアナよ。パンテオンの優勢ガチャで実装。まただ。またこの感覚が。デジャブだぜ。デジャブじゃないわ。サプルヌスと同じガチャよ。しかももう1体はネププーヌス。確か天魔6で使えるキャラだよな。このガチャも相当いいガチャだったんじゃないか？実はかなり良かったと私は思っているわよ。3体中2体が隠れちゃっているけどね。やっぱり限定を狙いたくなるからこんなキャラいたなんてと盲点なんだよな。ディアナは貴属性で貫通のスピード型。
アビリティはアンチワープ、超マインスイーパー M、アンチ魔法陣、レフトポジションキラー。レフトポジションキラー。別名2分の1キラーだな。アンチアビリティが希少すぎてびっくりよ。だから使用されていないかもしれないんだけどね。希少すぎたら使い道がないんだぜ。このキャラの強いところは SS と友情コンボの組み合わせね。友情が強くなる SS? またバフ系か?違うわよ。このキャラクターは1段階目8ターン、2段階目16ターンで発動ができる。スピードとパワーがアップし、自身の防御力をダウン&超反撃モードになる SS よ。友情コンボが敵の攻撃で発動されるんだよな。そうよ。超反撃は1段階目で1周継続、2段階目で2周継続ね。友情の超強ブーメランは本来なら味方の触れた方向に発射されるけど、SS で超反撃モードになった後なら近くの敵を自動で狙ってくれるわ。ブーメランは敵に当たりにくいのが弱点なのに、それをなくしたら超強友情になるじゃないか。超強ブーメランはブーメランの約 2.5 倍くらいの威力があるからね。それが敵必中だから敵からしたらたまったもんじゃないわね。このキャラのワクワクのみは即必殺と厚き遊撃をつけた方がいいわね。上昇伸ばしていくわよ。このキャラは本当に隠れ強キャラだな。じゃあトップ3いくわよ。第3位はゲオルギオスよ。宿命のトウマ62で初実装だぜ。このガチャも化け物が揃ったガチャだったわね。残りの2体は坂の上の田村マロとテセウスよ。その2体と一緒のガチャなんて埋もれてしまうのも仕方がないんだぜ。ゲオルギオスは水属性の反射でバランス型。アビリティは超アンチダメージボール、マインスイーパー M、アンチブロック、毒キラー L。これはかなり攻撃力が高いんじゃないか?その通りよ。カルニベで適性をもらっていて、ラファエルなんかと組ませるとめちゃ強よ。え?カルニベで適性をもらっているんじゃ隠れ強キャラじゃないじゃないか。私の周りでこのキャラの強さを知らない人が多かったのよ。だから今回紹介してみたわ。このキャラの強さはアビリティを見てわかるように、超アンチダメージボール、マインスイーパー M、毒キラー L、この3つのアビリティの殴り性能。これはなかなかの威力を叩き出してくれるわよ。最近は毒キラーも増えてきて強さを実感しているぞ。しかも L なんていいものもらっているぜ。友情はエナジーソードとユナイトブリッツだから少し使いにくいけど、殴り特化で十分強いわ。もう終わっちゃったけどセイラムでラファエルと組み合わせて使っている人もいたらしいわ。ラファエルの相方になれそうなキャラだな。限定と組めるのは強いよな。SS は1段階目8ターン、2段階目20ターンで壁すり抜け&ランダ吹っ飛ばしね。1段階目は等倍で12回殴りプラス壁の数かける25万のダメージ、2段階目は等倍で30回殴りプラス壁の数かける75万のダメージ。ボスに使うっていうより道中の邪魔な敵に使ったりできるわね。クエストによってはボスの HP ゲージを削りやすそうだな。このキャラのワクワクのみは過激系で OK と思うわ。SS や友情で戦うキャラではないから、得意の殴りで攻撃力を持った方がいいわよ。過激でさらに強くしたら手をつけられないんだぜ。では第2位。ピニャコラーダ。悠久のエルフ M3 で実装なんだな。ピニャコラーダは貴族性の貫通でスピード型。アビリティは超アンチ重力バリア、超アンチワープ、アンチ魔法陣、ゲージで回復、SS ターン短縮よ。結構良いアビリティをもらっていないか。このキャラはザ器用貧乏キャラと思っているわ。このキャラの一番の強みは SS よ。スピードとパワーがアップ&触れた味方の数に応じてパワーがアップするわ。1段階目で16ターン、2段階目で26ターンね。ターン数が重たく感じるけど、SS ターン短縮を持っているからそこまで重たく感じそうにないな。1段階目が自強化 1.2 倍スタートで触れた味方1体で 1.44 倍、2体で 1.8 倍、3体で 2.64 倍。2段階目が自強化 1.5 倍スタートで触れた味方1体で3倍、2体で 3.45 倍、3体で 4.5 倍よ。2段階目の倍率がむちゃくちゃ高いじゃないか。これは本当に強そうだな。このキャラが貫通のスピード型だからね。味方に当たりやすくなっているわ。超線形にすればさらに当たりやすくなって、とんでもない威力で殴ってくれるわよ。線形の書を使うのは悩むけど、適性が来たら真っ先に使うぞ。友情コンボが超絶機弾とサブで超強状態異常回復ブラストを持っているわ。アビリティで回復も持っているからサポートもできるわね。普段はサポートもできて SS で効果力を出せるんだな。超絶機弾は運になるけど。このキャラのワクワクのみは過激系でいいと思うけど、クエストによっては即必殺をつけたいわね。一段階目の SS を早めに打って難しいステージを突破みたいな使い方もできそうだよな。では第1位の発表よ。第1位は、ダラ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 ダン。東海道中膝クリゲよ。コードビブリアガチャで実装だぜ。東海道中膝クリゲは闇属性の貫通でバランス型。アビリティはアンチダメージボール、弱点キラー。ゲージでアンチブロック、超アンチ減速壁、SS ターンブーストね。SS ターンブーストだから優先的にこのキャラに敵を倒させたいよな。このキャラの強みの一つは SS だからね。1段階目が12ターンで2段階目は20ターン。スピードとパワーがアップ&ヒットした敵の弱点の効果をアップさせてくれるわ。弱点効果アップは継続ターンとかあれば強そうだぞ。1段階目で自強化 1.2 倍、弱点効果アップが元々の弱点倍率 ×1.5 倍になるわ。継続ターンは3ターン、
2段階目で自強化 1.35 倍、弱点効果アップがもともとの弱点倍率 ×1.5 倍。継続ターンは6ターンよ。最大6ターン継続だって？それはかなり強いじゃないか。このキャラは弱点キラーも持っているからね。そして、東海道中膝栗毛の友情は、インボリュートスフィアモアと調教者イニングピラー。広範囲にダメージを稼げる友情と一撃ズドンの友情ね。また、アビリティのメインに弱点キラーを持つため、弱点ヒット時は 1.5 倍の火力を出すことができるわ。これだけ弱点特化していながら、友情も使えるやつをもらったんだな。これも運が絡むけど。テセウスとかひまわりで調教者イニングピラーの強さは実証されているからね。東海道中膝栗毛は砲撃型じゃないけど、弱点に当たったら良いダメージを出すわ。インボリュートスフィアモアで敵の打ち漏らしも少なそうだぜ。このキャラのワクワクのみは熱き遊撃とか撃がいいわね。これでこのキャラの強さを底上げよ。SS ターンブーストでも SS ターンが重いと感じたら、即必殺もありだよな。そして、このキャラの知られざる良さなんだけど、重心構えの SS ボイスが神よ。私の中ではモンストの SS ボイスの中で、1、2を争う可愛さをしているわ。おじさん受けするボイスだぞ。お前はおじさんだ。下品なおじさんだ。うるさいわね。グーパンするわよ。ごめんなさいなんだぜ。以上で、隠れ強キャラランキングトップ10。目立たないけど地味に強いキャラの紹介を終了するわ。こう見たら隠れ強キャラはいっぱいいそうだな。コラボとか合わせたらもっといるからね。今回は工場キャラを紹介しようと思ったから省いたけど、コラボ隠れキャラとか紹介してもいいかもしれないな。いろいろとみんなに共有したいわね。話がぶっ飛ぶんだけど、私は今回のキャラの中で、ガラティーンの重心構えのイラストが可愛いと思ったぞ。眠そうにしてて可愛いわよね。他にも、今回の動画の感想や他に上げてほしい動画があれば、ぜひコメント欄で教えてね。みんなのコメントとオープン主の気分次第でみんなのコメントから動画にするかもしれないからな。視聴者の皆さんがコメント欄で反応してくれたら私も嬉しいわね。いろいろ見たいと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくな。今回は割合 SS 倍率ランキングトップ10をやっていくわよ。最近は割合 SS 倍率も増えてきたもんな。注意として最大割合が高い順だからね。SS の強さランキングじゃないってことだけ覚えておいて。倍率が同じ SS に関しては強さとかで無理やりランク付けしてるけど、同率何位も中にはあるわ。できるだけランキングになるようにしているってことだな。わかったぜ。ではまず第10位。かまどねずこ、SS 割合 40% ね。鬼滅の刃コラボからランクインだぜ。ねずこは自強化 1.5 倍で追撃で敵を蹴り上げた時に 40% の割合、最後に200万の固定ダメージよ。これからもそうだけど今回は SS2 段階目の話をしていくからね。割合だけじゃなく固定ダメージとかもあれば使えるクエストの範囲は広がるぜ。このキャラは様で使えるからね。そこのクエストで最初に触れた敵に必ずダメージを与えるこの SS は便利よ。ワールドタイガー&バーナビーと仮面ライダー1号&2号も強いけど、この SS も相当便利だな。注意としてはボス必中じゃないってことね。はじめに雑魚に触れたらとっても強い蹴りが雑魚に飛ぶわ。いろんなキャラでその経験をしたことがあるぞ。ついつい最初に触れたキャラって忘れちゃうんだよな。ねずこ自身に SS 短縮要素がなくて、2段階目を打とうと思うと24ターン必要になるわ。だから他の味方キャラで SS ターンを短縮させるか、即殺のみで対応したいわね。今だと24ターンはだいぶ重く感じるな。対策しないと様でも2段階目が打てないかもしれないぞ。他にもねずこは魔風 GM を持っていたり、ダウンポジションキラーを持っているからね。攻撃倍率を上げれるアビリティを持っている上に、超スピード型でスピードも高いわよ。なあなあ、割合 SS ってキラーアビリティを持っているとどうなるんだ？割合は変わらないわよ。もしも魔風 GM で2倍対象の敵に割合が倍になったら壊れちゃうわ。単純に 80% 減らせることになるもんな。わかったぜ。次は第9位。ポップ、SS 割合 40% ね。大の大冒険コラボからランクインだぞ。この SS も最初に触れた敵に 40% の割合の SS を放つわ。魔法のベタンってやつね。もともとドラクエになくて大の大冒険からゲームに楽輸入されたらしいぞ。なんでモンストはそこまで詳しくないのにドラクエは詳しいのよ。なんとなく知ってたぜ。まあいいわ。ねずことポップの SS の割合は同じなんだけど、ポップは1体だけじゃなく範囲 SS なの。だからねずこよりもランクを上にしたわ。ねずこは敵を思いっきり蹴り上げるけど1体だけだもんな。それでも強いんだけど。私は昔、ポップの SS で近畿の極17がかなり楽になったわ。ポップの SS でボスワンパンできたのよ。え？割合 SS なのにボスワンパンっておかしくないか？近畿の極17は雑魚を倒したら鏡雑魚が出てくるの。この雑魚がボスの HP とリンクしているのよ。でも、この雑魚の HP がとんでもなく高いから、この雑魚にめがけてポップの SS を放つのよ。そしたら、ボスの HP の割合じゃなくて鏡雑魚の HP の割合だから、ボスをワンパンしてくれるってわけよ。そうか、間違えてボスに当たっちゃったらダメだけど、雑魚に当たれば終了するってわけだな。このクエストは敵に当たればその敵は透明になるの。しかも鏡雑魚はブロックの中にいるわ。
アンチブロックを持っていないポップは鏡底に当たれないから、ワンパンがやりやすかったのよ。割合 SS はそんな使い方もできたんだな。割合ワンパンの王様、カッパっていうキャラもいるもんな。あのキャラは仕様が全く違うんだけどね。ポップは 40% の割合 SS と範囲ってことでここにランクインよ。40% ってだけで強いんだよな。これ以上がいるってことが本当に恐ろしいぜ。では第8位。ミカサ&アルミン、SS 割合 40% ね。進撃の巨人コラボキャラの登場だぜ。てか、このキャラも 40% 割合なのか。ミカサ&アルミンは最初に触れた敵にミカサが新型立体起動装置で攻撃後、アルミンが巨人化し割合攻撃。これがちょっとわかりづらいんだけど、ミカサは最初に触れた敵に攻撃でアルミンは停止位置から範囲割合よ。ミカサとアルミンで攻撃判定が違うってことだな。最初に触れた敵が離れすぎていたら、アルミンの範囲攻撃は当たらない感じになっちゃうわ。なんか複雑そうだけど、ボスなら当たり判定がでかそうだから当たりやすそうだぞ。でも、同じ範囲割合のポップよりなんでミカサ&アルミンの方がランク上にしたんだ？単純にこの SS の方が強いって理由よ。この SS は自強化 1.35 倍、その後ミカサの直殴りが攻撃力の 1.2 倍かける9発、その後の爆発が攻撃力の20倍、そして最後に割合 40% のダメージを与えるわ。すべてを合わせたらポップより余裕でダメージが出るわよ。追撃やら何やらがあって言葉だけで強いってわかる SS だな。この SS は割合だけじゃなく SS ランキングでもランクインするわよ。それくらい強いわ。絶対 40% のダメージがあっておまけも半端ないもんな。それはそう思うぞ。この SS に助けられているのは多くの人が近畿の極深淵の涅槃弱城じゃないかしら。泡盛とかでできて攻略の幅が広がったけど、主流がミカサ&アルミンとロイマスタングの割合攻略よね。動画で見たことあるぞ。ボスまで行ったら勝率が上がるってある YouTuber が言ってたぜ。このキャラの SS がここまで割合が高くなかったらその攻略もできなかったものね。持っている人は今後もお世話になると思うわ。コラボは急に適正もらえたりするから怖いよな。次、第7位。人竜1、SS 割合 40.5% よ。お、刻んできたけど 40% 以上が出てきたぞ。ワールドトリガーコラボのキャラだよな。人竜1は停止後に最初に触れた敵を敵の最大 HP の 4.5% かける9発の割合で攻撃よ。4.5% を9発？一発でズドンと割合を与えるわけじゃないのか？違うわ。人竜1が最初に触れた敵に 4.5% 割合の攻撃を一発一発、計9回攻撃するの。仮に最初に触れた敵を倒した場合、触れたかどうかに関わらず HP の一番低い敵に攻撃するわ。なるほど。ということは最大 40.5% みたいな感じに思った方がいいかもしれないな。一撃で大ダメージって感じじゃないから、ボスのゲージ飛ばしもできないわね。途中ボスの HP がなくなったらボスは撤退しちゃうわよ。それぞれメリット、デメリットはあるけど 40.5% も食らわしてくれるなら大満足だぞ。ちなみに重心化開始で 40.5% になったの。重心化の時は 4.5%×8発で 36% だったわ。重心化開始でここにランクインできたんだな。ワールドトリガーコラボは他のキャラが目立ちすぎて、久しぶりに見た気がするぞ。登場時は人生ヌという人竜1とアルセイヌのコンビで近畿の19を野幕絵みたいにしてくれたわ。でも、今はそこまで使うキャラでもないかしら。重心化回でそこまで強化されなかったからね。インフレの波に置いていかれてしまったぞ。どこかで活躍できないのか？未開の大地で使っている人はいるかもしれないけど、今後活躍するには情報修正とかを待つしかないわ。10周年で重心化回の次の進化形態を期待しておくぜ。次、第6位ね。篠宮かぐや、SS 割合が最大 45% よ。かぐや様は小倉世帯コラボで実装されたぞ。かぐやの SS の割合は最低20から45% になっているわ。でも仕様がかなり複雑になっているわよ。一体どんな感じになっているんだ？割合の計算式は 0.12×2 カッコヒット数下2桁プラス残り HP 下2桁カッコ閉じ、プラス使用回数下2桁よ。ボス必中なんだけど、最大倍率を出すのはかなり難しい。むしろ狙って出すのは不可能ね。え、なんだその計算。しかも使用回数とかまで絡んでくるなんて無茶苦茶じゃないか。最低割合が 20% だからその点は安心できるけど、最大を狙える人は神だと思うわ。絶対無理だよな。どうやっても敵の HP を調整するのは不可能だぜ。このキャラはバルハラで使えるから、そこでこの SS を使った人も多いんじゃないかしら。このキャラは割合だけでなく弱点露出もあって、SS としては強い部類に入ると思うわよ。仮に割合が 20% だったとしても、弱点露出してくれるだけでも本当に助かるぜ。バルハラは EX の中でも難しいクエストだしね。そこで確実にボスの HP を削ってくれるのは優秀よ。ボス必中っていうのは本当に偉いよな。しかも弱点も全く気にしなくていいしな。このキャラ自身で SS ターンアクセルも持っているから条件はあるけど SS を早く打てる可能性もある。1段階目15ターン、2段階目19ターンだからターン短縮できるのは助かるわ。HP を 50% 以下で2ターン短縮だよな。なんでもないよりあった方がマシだぜ。
このキャラの SS で 45% 出たら本当に驚くわよ。結構削ってくれるわねって思ったわ。割合ガチャみたいな感じになっているじゃないか。それはそれで運の要素があって楽しいけどな。では第5位。ブルーローズ&ゴールデンライアン、SS 割合 45%。ダイバにコラボで登場したキャラだぞ。余談だけど、このキャラ本当に強いわよね。私はよく使っているわ。私は持っていないんだぜ。このキャラの SS は触れた敵を氷で足止めし攻撃ターンを増加させる&停止後に最初に触れた敵を重力で押し潰す。この重力部分が範囲攻撃になっていてその範囲内なら 45% のダメージになるわ。え？ 45% も割合で持っていくのに条件も何もないのか？そうよ。ちなみに条件も何もなくここまで倍率を出すのはブルーローズ&ゴールデンライアンが最高。平均的な割合で見たらこのキャラが一番倍率高いかもしれないわね。無条件で 45% なら篠宮かぐやよりランキングが上なのも納得いくぜ。しかも遅延までついているから本当にこの SS はバカよ。2ターンがおまけだからね。おまけにしては本当に素晴らしいぞ。こんな強いキャラなんて知らなかったぜ。こんなに強い SS なんだけど、壁 SS ターン短縮があるからこの強い SS を早く打てちゃうわ。相当な事故でも起こさない限りボス戦でこの SS が打てないってことはないと思うわね。この SS を持っていて SS ターン短縮要素まであるのか？本当に何でもできそうなキャラだぞ。このキャラはカルニベで使っている人が多いと思うわ。カルニベは反射キャラが使いやすいけど、そんなことお構いなしでブルーローズは連れていけるわよ。反射クエストなのに貫通キャラが活躍できるなんて、もうルール無用のキャラじゃないか。それくらい強い SS ってことよ。無条件でこの割合を叩き出して遅延までついているからね。ちょっとだけここで補足なんだけど、同じタイバにコラボのファイアーエンブレム&スカイハイ。このキャラの SS も実は割合なんだけど、敵の残り HP の 50% 減らすって攻撃なの。自キャラじゃなくて敵の HP 依存だから今回のランキングに入れてないわ。補足ついでの紹介 OK だぜ。じゃあ、次のキャラを紹介してくれよな。じゃあ第4位ね。ほろほろ、SS 割合が最大 54% よ。54。これもかぐや様みたいに最大倍率条件が厳しいんじゃないのか？ホロホロの条件はあれほどは複雑じゃないわよ。停止後に最初に触れた敵にネイケフイケキロロの割合攻撃。計算式が、割合攻撃 0.18×1 プラス自身のマックス HP に対する残り HP の割合 ×2。簡単に言うと HP が高ければ高いほど割合が高くなるってことになるわ。それはわかりやすい。全くダメージを食らっていなかったら 54% の割合攻撃ができるってことだな。HP 残り1となっていても最低保証割合が 18% だから、とんでもなく低いダメージとはならないわね。しかも範囲攻撃っていうのもありがたいわ。ここまで倍率が高いのにね。こっちの HP が依存ってなると守護獣とかで調整もしやすくなるもんな。これは普通に強い SS だぜ。ちなみにこの割合 SS はホロホロが動く前の HP を参照とするわ。ホロホロを動かすときに地雷とかのダメージギミックに当たって HP が減っても割合は変わらないわよ。ダメージを食らうほど攻撃力が上がるビーラみたいなクエストでも問題ないってことだな。そういうことになるわ。ホロホロはこの SS だけでも連れていく価値があるキャラだと思うの。でも適正クエストが少ないし、高難易度クエストではもう活躍の場は少ないわね。アビニベーシャで割合 SS 目的で連れていく人もいると思うけどね。私はその一人だったわよ。だった？今はそんなに使わなくなったのか？他に強キャラが出てきたりしているから使用頻度は正直減ったわよ。それでもこの SS の強さは健在。キャラがもう少し強くなれば絶対使うから、私はシャーマンキングコラボの重心化会をかなり待っているわ。このキャラが強くなったらまたインフレが加速してしまうな。微妙な強化だけは避けてほしいっていうのが本音ね。なんとかの巨人の主人公みたいな感じは嫌よ。全く隠す気がないんだよな。とうとうトップ3。って言いたいけど、2と3には SS に差がつけられない同じ仕様になっているの。おそらく全く同じ仕様だから同率2位ってことで紹介させてもらうわ。全く同じなら差はつけられないよな。じゃあ、同率2位の紹介頼むぜ。じゃあ同率第2位。ゾロとアスナアルファ、SS 割合が最大 60% よ。すっよ。2ともなるととんでもない割合になってきたぞ。ゾロもアスナアルファも停止後に最初に触れた敵に追撃&割合攻撃。範囲とかではなく単体に攻撃するわ。単体でもここまでの割合を出してくれるなら、全く問題ないんだよな。でも、最大だからね。このキャラも最大ダメージを出そうと思ったら条件があるわ。簡単に 60% もダメージを出させてくれないってことだな。一体どんな条件があるんだ？ゾロ、アスナアルファは HP が減っていれば減っているほど割合が高くなっていくわ。計算式が最大 HP 引く発動時 HP 割る最大 HP×60%。こんな感じになっているわよ。計算式は覚えられないけど、残り HP が少なければ少ないほどダメージを叩き出すんだな。最低保証も 20% あるから HP が満タンでも全くダメージが出ないってことはないわ。ちなみに発動時の HP を参照するから、発動後にハートなどで HP を回復しても問題ないわよ。そのあたりはホロホロと一緒なんだな。OK だぜ。
どちらのキャラもこの割合 SS 目的で使う場面はあるかもしれないんだけど、ライバルが強すぎるわね。今後の活躍も奪われていく可能性もあるのよ。同じアビリティを持っているキャラが強いってことだな。ゾロはアンチ重力バリア、マインスイーパー、アンチブロックを持っているんだけど、これは役もと完全一致。アスナアルファはアンチダメージボールとアンチ転送壁を持っていて、これはルシファーと同じなの。思っている以上にライバルが強すぎた。これは叶わないんだぜ。ゾロは最近桃源郷で活躍できたわ。貫通と反射の違いでうまく使い分けができたわよ。アスナアルファも貫通キャラだし、アンチ減速壁も持っているから、そのあたりで差別化できたらいいと思っているわ。完全一致しているローレライアルファがいるけど、あのキャラも反射キャラだからね。貫通と反射でうまく使い分けないと生き残れない可能性があるなんて。ここまで強い SS を持っていても潰されるなんて、本当にインフレって恐ろしいぞ。ただ、ここまで強い SS を持っているから、この SS を目的で使うのも全然ありだと思うわよ。HP 依存にはなっちゃうけど、敵の HP を 60% も減らしてくれるのはめちゃくちゃ偉いからね。これにプラスして追撃まであるんだろ？これはかなり強い部類の SS じゃないか？むちゃくちゃ強いわ。ちなみにゾロとアスナアルファの追撃部分の倍率も全く一緒で 3.6 倍だと思うわ。この2キャラの仕様は同じと判断して同率にいいよ。この SS で2位って恐ろしいな。じゃあ、とうとう1位のキャラを発表するわね。お願いするぜ。では、栄えある第1位は、ダラ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 。ダン。朝倉陽、SS 割合が最大約 155% よ。またまたシャーマンキングコラボのキャラがランクインプラス1位。てか、え？なんだって？最大 155%？ そうよ。最大倍率を出すのは不可能に近いけど、一応紹介していくわ。ちなみにこれ以上はおそらく出ないわよ。桁が違いすぎておかしいぞ。でも最大だから条件が複雑そうだな。朝倉陽の SS 割合計算式は、ヒット数 ×0.08 プラス 0.016×触れた敵数プラス 25% の割合攻撃。要は敵に多く当たって友情を使ってでもヒット数を稼げばいいってことよ。これは最大倍率を出すのは一体どれだけの敵に当たって、どれだけのヒット数を出せばいいんだ？ヒット数は545以上で、10体以上の敵に触れられれば、最大倍率であろう 155% の割合を叩き出すわ。ちなみにヒット数は545以上出しても割合は上がらないわ。545のヒット数は友情使えばいけるかもしれないけど、敵10体当たるのは大変だよな。10体も敵が出てくるクエストは本当に少ないし、同じ敵に当たっても複数カウントしないからね。そうなると最大倍率を出すのは難しいから、ゾロとかアスナアルファの方が実用的で強そうだな。プレイスタイルやクエストにもよるけど、ヒット数が250以上で敵に4体当たれたら 61% の割合よ。ボスが1体だけだったとしても400以上ヒットすれば 63% の割合になるわ。それで 60% 以上の割合を出してくれるのか。簡単なような難しいような。朝倉陽はスピードアップ友情を持っているから、爆発友情を持っているキャラと相性がいいわよ。それに追従型貫通弾みたいな追従型の友情コンボを出すキャラとかと組ませれたら案外 60% 以上は簡単よ。しかも朝倉陽の SS はボス必中なのよ。これは本当に助かるわ。ボス必中なのか？それだったらルートはできるだけ多くの敵に当たることを考えればいいんだな。友情コンボでヒット数を稼ぐことも忘れちゃダメだけど、うまくいけば敵の HP ゲージ1本吹っ飛ばすわよ。 100% 超えは無茶苦茶なんだぜ。ちなみに、このキャラもいるから私はシャーマンキングコラボの第2弾を期待しているのよ。朝倉陽はスピードアップ友情 ×2 を持ちながら、この割合 SS を持っているからね。はっきり言っておかしいキャラと思っているわ。出てくるのが1年くらい早かったとも思っているわよ。似たようなキャラで今年、水属性のキラヤマトが実装されたけど、皆に評価されているもんな。スピードアッププラス割合 SS を持ったキャラはこれからも注目ね。以上で割合 SS ランキングトップ10を終了するわ。こう見たら割合 SS を持っているのってコラボキャラばかりなんだな。カッパやジョン万次郎みたいな特殊な割合 SS を持っているキャラもモンストにはいるけど、星6キャラならコラボキャラが割合 SS を持っているわね。そうなんだな。今回は割合順だったけど強さ順だったらまた話は変わってくるよな。無条件で敵全体に割合 36% 食らわすエースとかいるからね。強さとは少し変わってくると思うわ。ちなみに今回上限がわからなかったからランキングに載せなかったキャラも番外として紹介するわ。お、聞かせてくれよ。それはロイド・フォージャーよ。ロイドは触れた数 ×3% プラス 20% の割合。おそらくなんだけど上限がないから実質50とかの割合も出せるんだけど、上限不明だから、今回はランキングには入れなかったわ。敵20体触れたら 50% とかになるもんな。でも、上限がわからなかったらランキングにならないもんな。このキャラの SS もむちゃくちゃ強いから、強さランキングならランクインしてきそうな予感よ。他にも、今回の動画の感想や他に上げてほしい動画があれば、ぜひコメント欄で教えてね。みんなのコメントとうぷ主の気分次第でみんなのコメントから動画にするかもしれないからな。
視聴者の皆さんがコメント欄で反応してくれたら私も嬉しいわね。いろいろ見たいと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくな。今回は初稿オブ回収最速編成を紹介するわよ。私たちのチャンネルでは第2弾だぜ。10月中旬で初稿オブがリセットされちゃうからね。今のうちに回収しないともったいないわ。もしも初稿オブを回収してなかったら780個以上オブを損していることになるもんな。あと、一度クリアしたクエストなら次からは一番下の難易度をクリアすればいいから。今回クリアしておけばリセット後のクエストが楽になるし、スタミナの節約にもなるわよ。それは初耳なんだぜ。じゃあ早速行きましょう。じゃあまずは周回といえばこのキャラ。ルシファーを中心に編成を考えるわ。このキャラがいたらほとんどのクエストの敵が解けていくぜ。今回は、鋼舌、超究極、超究極風、一部の爆舌は除いたら、ルシファーで十分よ。簡単なクエストってことだな。究極とか極みとかのクエストの周回になるぜ。まず、手っ取り早いのはルシファー艦隊ね。以上よ。ご視聴ありがとうございました。こら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 。早すぎるんだぜ。冗談よ。本当だったら視聴者も怒るぞ。でも、実際嘘でもないのよ。ルシファー艦隊でも十分早めに回れるわ。ルシファー艦隊だったらコネクトも発動するからね。艦隊周回も全然間違いじゃないわよ。モンドリで登場した化け物キャラはまだ健在だぞ。でも、ルシファー艦隊よりも爆発友情キャラを入れて、ルシファーの友情を誘発させたいわね。その爆発誘発友情の効果を持っている強キャラが最近実装されたわ。誰なんだ？爆発友情の強キャラ？エキスカリバーね。中心化で超強くなったわ。オートジェベリンが初実装されたキャラだよな。中心化でどうなったんだ？エキスカリバーは友情コンボが強くなって、オートジェベリンがオートジェベリンバーストに、放電が超強放電になって帰ってきたわ。このオートジェベリンバーストがおかしなことになっているわよ。あれ？爆発友情を持っているって言ってたけど、純粋に神化からの友情強化に見えるぞ。名称だけ見たらそうなんだけど、このオートジェベリンバーストに爆発効果があるの。敵にオートジェベリンが当たったら白爆発くらいの範囲で爆発して、その爆風に当たったら友情を誘発。これによってエクスカリバーは強友情を持ちながら友情の誘発もできる強キャラになったのよ。実質友情コンボ3つ持っているみたいだよな。本当に強そうだぜ。このことによって、ルシファー3体にエクスカリバー1体や、それぞれ2体ずつの編成もおすすめよ。完璧な対策にはならないけど、サソリザコもルシファーよりエクスカリバーの方が早いからね。ルシファー唯一の弱点、サソリの対策もできてこれもおすすめよ。どんどんと新たな強キャラが出てきてすごいんだぜ。これは持っている人は使った方がいいな。その方が絶対いいわね。エクスカリバーは砲撃型だからルシファーのコネクトも発動するわよ。ルシファーはコネクトスキルを発動させたいもんな。ルシファーはコネクトスキルで超アンチダメージボール、弱点キラー、壁椅子Sターン短縮が発動するわ。この弱点キラーを発動させたいからコネクトスキルは発動させておきたいわね。発動条件は種族妖精以外のキャラを含まない、または線形砲撃型以外のキャラを含まないよ。種族の妖精で編成を固めるか線形砲撃型で編成を固めるかしないといけないぞ。注意として砲撃型3体とバランス型だけど、種族が妖精だとしてもコネクトスキルは発動しないわ。4体同じ妖精か砲撃型で編成しないといけないって覚えておいてね。なあ、もしもルシファーを持っていない場合はどうしたらいいんだ？その場合でもフレンドはルシファーで編成した方がいいわよ。1体でもいたら断然早いからね。そのフレンドがコネクトの書を使っている場合、貫通キャラでルシファーに当たるだけでもいけるわよ。それくらい重要ってことなんだな。ネオとかヤクモみたいに友情が強いキャラは他にもいるけど、ルシファーほど当たって終わるキャラはいないわ。しかも画面全体だからザコまで一掃してくれるわ。初個周回はとにかくルシファーって考えで OK よ。ルシファーはできる仕事が多いから本当にいいぞ。次は周回速度を上げるために編成しておきたいキャラ、テセウスよ。出た。超強シャイニングピラーワンパンキャラ。テセウスの超強シャイニングピラーは運が絡むけど当たれば敵が滅されていくわ。砲撃型のアップポジションキラーっていうこともあってとんでもない友情コンボ威力ね。一発のダメージだったらルシファーより強いもんな。このキャラは持っていたら一体は組み込んでおきたいわね。しかもテセウスは爆発友情も持っている。コネクトの書がなくてもルシファーのコネクトスキル発動条件を満たすことができるわ。ルシファーの邪魔にもならなければサポートまで OK。これはいいキャラだぜ。テセウスの友情コンボが当たりさえすれば、ボスワンパンも狙えるのよ。ラッククリティカルも友情コンボクリティカルだから、これが相まったらとんでもないわね。ルシファーで雑魚を殲滅しておいて、テセウスでボスワンパンできればいいなぁだな。ここでテセウスのおすすめのワクワクの実を紹介するわね。ワクワクの実は重要だしね。熱き遊撃の力は必須っぽいな。その通りよ。熱き遊撃の力とクエルはつけておきたいわね。あとは昌平名の実をつけておいたらいいわ。テセウスにそこまで実をつけるのか？ルシファーじゃなくて。ルシファーは初個周回以外にも神殿周回、高難易度周回、野幕へ周回とかができるわ。できることが多いから役割によって、過激の実をつけておきたいのが本音ね。もちろん、遊撃はつけておくんだけど、それ以外は昌平名の実で埋めるのはもったいないのよ。なるほど。だからテセウスで実もカバーするんだな。
テセウスは高難易度で使うことは少ないからね。ルシファーが出てきてから特に高難易度で使わないわ。だから初期周回用にテセウスのワクワクの実をつけるようにして昇平命の実をつけるのがおすすめよ。昇平命の実は効果が重複しないから、テセウスにつけておくだけでいいぜ。ワクワクの実のための神殿周回がめんどくさかったら熱き遊撃の力だけでもいいと思うわ。10月中旬まで時間がないからね。時間がある人はそこまでこだわって周回を早くしてもいいわよ。運営も詳しくリセットのタイミングを教えて欲しかったんだぜ。運営には運営の都合があるから仕方ないじゃない。オーブをもらえるだけありがたいわ。さすが10周年って感じだよな。次はルシファーとテセウスが最も苦手としているであろう、サソリ雑魚の対策ね。サソリはカッチカチだから恐竜上もダメージが通らないからな。ステージによっては対策しておかないと、すごいイライラするから1体はサソリ対策したいわ。おすすめとしてはハーメルンパイプがおすすめ。私はこのキャラを編成して回っているわよ。ハーメルンパイプ？他にもサソリ対策キャラはいそうだけど。ハーメルンパイプはメイン友情に超強スナイプバレットを持っているからこれでサソリ対策ができるわ。100発の強力な貫通属性弾が弱った敵を攻撃してくれるからね。100発もあったらサソリも涙目よ。でも、超強スナイプバレットなら他のキャラでも持っているぞ。このキャラじゃなくてもいいんじゃないか？もちろん、ハーメルンパイプがいい理由はこれだけじゃないわよ。次は副友情コンボね。トライアングルボムだから味方の位置によるけど、友情コンボを誘発するわよ。なるほど。友情コンボの誘発までできるってわけか。しかもハーメルンパイプは砲撃型だから、ルシファーの邪魔もしないわね。結構いいキャラじゃないか。前に言ってた気がするけど忘れていたぜ。せっかくだから覚えておいてね。実際私が周回するときは、ハーメルンパイプ、ルシファー、テセウス、そしてフレンドもルシファーね。これだと初期の低難易度だったらストレスなく周回できるようになったわよ。サソリでイライラしなくなるのはいいことだぞ。あいつは強くないくせにこっちの精神を削ってくる。言い過ぎじゃないかしら？でも、ハーメルンパイプって工場キャラだろ？そうよ。最近始めた人とか無課金の人は持っていないんじゃないか？確かにハーメルンパイプを持っていない人は多いかもしれないわね。じゃあ、ハーメルンパイプに代わるサソリ対策キャラの探し方と紹介もしていくわね。サソリ対策キャラを探す？よくわからないが教えてくれ。まずは自分のモンスターボックスを開いて、右上緑の表示順変更を押してね。ここはよく利用するけどそんな機能あったっけ？そこを押したら真ん中あたりに友情コンボの下のすべてってボタンを押してね。そしたらいろいろな友情コンボの種類が出てくるから、ここでショットガンっていうのを押してね。そしたら友情コンボがショットガン系だけのキャラになるからその中から選んでくれたら OK よ。おお、こんな感じで選んだりできるんだな。あれ？いいキャラがいない？そんな人もいるかもしれないわね。そういう人は友情コンボの種類を変えましょう。さっきはショットガンを押したと思うんだけど、そこをホーミングに変えたらいいわ。ホミ級に友情コンボを吸われるのがデメリットだけどそこを気をつけたらホーミングでもサソリ対策は OK。なるほど。ショットガンだけじゃなくてホーミングとかでも対策ができるんだな。でも、それでキャラを選んじゃダメよ。そのままだったらルシファーの力を発揮できない可能性があるわ。危ない危ない。キャラを選んですぐに回りそうになったぜ。さっき友情コンボのすべてってボタンを押したところで、戦型もちゃんと選んだ方がいいわ。ルシファーにコネクトの書を使っているなら問題ないけど、コネクトの書を使っていなかったらこれは必須。そうしないとルシファーの弱点キラーが発動しないからね。うん、ホーミング系がいっぱいいるから悩むな。おすすめとしては三日月宗近、工場キャラなら武田信玄ね。このキャラたちはメイン友情でホーミング、サブ友情で爆発を持っているわ。もちろん砲撃型だからルシファーの邪魔にならず、ルシファーの友情誘発もできていいわね。武田信玄持っていたぞ。これでホミ級に気をつけたら快適に回れそうだ。それはよかったわね。ちなみにテセウスの代わりって言ったらひまわりね。テセウスほどの火力が出ないんだけど、それでも超強シャイニングピラーは強力な友情だからね。でも、ひまわりを入れるくらいなら私は他の強友情キャラを入れるっていうのが本音よ。ちなみに今回の10周年からモンスト初めて全くキャラがいない人におすすめは？難易度高すぎないかしら？そんな人もいると思うからぜひ紹介してくれよ。OK、受けて立つわよ。こんなことはないと思うけど、ガチャキャラゼロのつもりで話すわ。さすが。よろしくお願いしますだぜ。フレンドはルシファーを使う前提で行くわよ。まずは初期に行ってキャラを集めるわ。サソリ対策としてはモリアーキってキャラをゲットして進化させてね。このキャラは貫通砲撃型でアンチ重力バリアを持っているから動きやすくてサソリ対策も友情で OK よ。ほうほう、初期にもこんな便利なキャラがいるんだな。次に爆発友情のキャラをゲットしに行くわ。また初期でキャスケートってキャラを神化させたらいいわよ。このキャラも砲撃型だからルシファーの邪魔にならず、爆発友情持ちになるからね。しかもプラズマも持っているから若干のサソリ対策もできて、初期の中では優秀よ。反射でアンチ重力バリアを持っていないから動きにくいけど、このあたりは初期だから妥協ね。これで爆発誘発とサソリ対策が OK だな。さあ、あと1キャラは何にするんだ？爆絶とか豪絶キャラもなしなのかしら？初心者には辛いってわかるだろ？じゃあ激究極ね。
これは砲撃型の貫通なら誰でもいいけど、今のところ非属性キャラが多くなっているから、火種のことも考えてフォアジャオリンとかがいいかしら。水属性の貫通で砲撃型。ゲージだけどアンチ重力バリアを持っていて動きやすい視聴絶バラージショットガンでサソリ対策も OK。間に合わせみたいにはなるけどこのキャラでいけると思うわよ。こんなキャラがいるってことすら知らなかったぜ。周回方法としてはルシファー以外の3キャラはとにかくルシファーに当たりに行くといいわ。ルシファーはキャスケートに当たってね。そしたら爆発で友情を誘発してくれるからね。すべてルシファー頼みってこと了解したぜ。フレンドにルシファーをいっぱい集めるぞ。このキャラたちは激究極でキャラがいない人にとってはフレンドルシファーの力を頼ればなんとかなるわ。フォアジャオリンは役務の方が回りやすいけど、ルシファーでも十分クリアできるわよ。1体ずつでもいいから集めるといいんだぜ。そして、今狙うガチャキャラとなればマイキーこと佐野万次郎ね。10月前半の今開催されているガチャから狙うならこのキャラ1択よ。初歩周回でも便利になるわ。ネオ以来のリフレクションリング持ちのキャラだよな。超強そうだと思うぜ。これが私なりに考えた現状ガチャキャラ例の人の周回の方法になるけど低難易度クエスト限定よ。おい、この編成じゃ豪絶いけないじゃないか。アホ、バカ、ボケ、うんこっていうのはやめてね。私たちの視聴者にそんなこと言う人はいないから安心してくれよな。これでほとんどの職を回れるけど、次に回りたくなってくるのは星5制限のクエストよね。星5制限クエストだと今までのキャラは使えないもんな。そんな星5制限を回れるキャラたちを紹介するわね。まず、大前提星5はキャラ固定だと全てのクエストクリアはかなり難しくなるわよ。昔のクエストなら問題ないけど最近のクエストは結構難しくなってるからね。適正キャラを編成する方がいいんだな。でも、編成がめんどくさいんだぞ。そんな人用に私はこのキャラたち中心で回っているって編成を紹介するわね。すべて期間限定の星5キャラになっているから、そのあたりは先に言っておくわ。後でいろいろ縛って説明してもらうから問題ないぞ。星5はきつい。まあ今のうちに考えておくわ。まずはジョジョコラボの FF ね。このキャラのハイクロスジェンガーでサソリ対策よ。そして、貫通キャラだからプヨリン対策もできるわ。星5限定クエストは通常クエストよりも気をつけないといけないことが多くなるのよ。そのうちの一つがプヨリンとカチリンの対策ね。だから貫通と反射を2体ずつにするわ。なるほど。そこまで考えての編成なんだな。 OK なんだぜ、続けておくれ。次に編成するのはキングダムコラボのウーホンよ。このキャラの友情コンボがめちゃ強よ。3方向追撃貫通弾でこのキャラ中心にボスの HP を削っちゃうわ。そして反射キャラだからカチリン対策ね。今で貫通と反射が1体ずつだな。この後もそのあたりも気をつけていそうだぞ。もちろんよ。次はワンピースコラボのウソップね。このキャラは貫通キャラになるわ。ウソップはトライアングルボムで友情誘発も狙いながら、プヨリンも対策しているって感じね。ウソップは私もよく使っているぞ。このキャラは友情コンボも普通に強いしな。最後にフレンドとして使用させてもらうのが、イズミカーキスね。最強宿よ。このキャラは反射としてカチリン対策と、ランページボールボムで友情の誘発も狙っちゃうわね。あれ？ウソップも友情誘発役じゃなかったっけ？これだと役割が被ってしまうぞ。後者の2キャラは確かに誘発の役割は被っているんだけど、このキャラたちはあることが共通しているのよ。共通？コラボキャラ以外って点以外に何かあるのか？それは4キャラとも全部アンチ重力バリア、アンチブロックを持っているって点ね。重力バリア、ブロック、魔法陣、転送壁はギミックの特性上、ステージに最初から発動しているのよ。立ち回りに邪魔になるから私はこの編成で星5制限ステージを回ることが多いわ。魔法陣は最悪ひよこになっても攻撃はできるし、転送壁はステージ自体少ないもんな。他にもいい編成はあるかもしれないけど、私はこの編成で十分と思っているわね。最近のクエスト、極みがないクエストとかは変えたりするけど、基本はこれで回っているわ。オーブ回収だけならコンティニョンを使ってもいいしな。あのアイテムむちゃくちゃ余るし。降臨キャラのドロップを狙わないならコンティニューして、無理やりクリアっていうのもありね。じゃあ、ガチャキャラを持っていない人はどうすればいいか教えてくれよな。あなたは悪魔か何かかしら？視聴者のためなんだぜ。それだったら仕方ないわね。まず、星5のキャラはモンストのオリジナルとコラボキャラですっぽい差があるのよ。残念ながら圧倒的にコラボキャラの方が優遇されていて、コラボキャラありきのステージもあるわ。じゃあ、今から始めた人は諦めるしかないじゃないか。何を言っているの？今まさに現時点でコラボは来てるじゃない。東京リベンジャーズのことか？そうよ。そのガチャを少しだけでも引いておいて、松の木冬、このキャラを3体当てておいてね。このキャラの友情コンボ、ラウンドバーストで多くの星5制限のクエストをクリアできるわ。フレンドでは適正キャラを借りちゃいましょう。ここだけは今手に入るしガチャもどうせ引くから、このキャラを持っておけってことだな。この性能だったら今後の星5制限のクエストも役に立つだろうから艦隊分は残しておいた方がいいわ。もしも松の木冬が2体しか出なかったとなったら、パーチンこと林田春樹を編成ね。パーチンも出なかった場合は？そんなに運が悪い人いるのかしら？その場合は配布でもらえるタケミッチー進化前で編成よ。爆発持ちのキャラだから木冬の友情コンボのサポートをしてくれるキャラになるわ。
ただ、ジフユはただのスピードキャラだから、誘発した場合の友情の威力は半減するからね。これで低難易度の星5のショコなら回れるんだな。低難易度はね、高難易度となってギミック対応してなかったらちょっとしんどいと思うわ。もしもサソリ箱が鬱陶しいと思うなら、降臨で出てくる木先テッタの進化前を編成してね。このキャラは全敵毒友情キャラだから、当たりさえすれば2ターン後にはサソリはお亡くなりになるわ。ここまで対策できていたらショコ周回もなんとかなりそうだぞ。繰り返し言うけどガチャキャラがいない場合の編成は私なりの苦肉の策になるってことを覚えていてね。通常はハーメルンパイプ、ルシファー、テセウス、フレンドもルシファーの編成。星5制限は FF、オーハン、ウソップ、フレンドは最強皮膚って編成がいいと思っているからね。超究極とかの難しいクエストも適性がいないと厳しいことが多いからこれも注意してくれよな。以上でショコオーブ回収の最速編成は終了ね。これでショコのオーブを回収して、ガッチャンガッチャンガチャを回してやるぞ。オーブのご利用は計画的にね。来月からは10周年オーブはなくなるしコラボもきっと来るからね。そろそろ来年の年始の対策もする時期だから、本当にオーブの使い道は頭を抱えちゃうわよ。無課金には辛い話だよな。でも、今回のショコオーブを回収して貯めておくと便利だぜ。みんなの編成とかもコメントで教えてくれたら嬉しいわね。独断と偏見編成だから私たちも参考にしてみたいもんな。他にも、今回の動画の感想や他に上げてほしい動画があれば、ぜひコメント欄で教えてね。みんなのコメントとオープン主の気分次第でみんなのコメントから動画にするかもしれないからな。視聴者の皆さんがコメント欄で反応してくれたら私も嬉しいわね。いろいろ見たいと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくな。今回は理解するのが難しいアビリティをできるだけわかりやすく紹介していくわ。モンストはわかりにくいアビリティも多いんだぜ。重力バリアやダメージボールとかじゃなくて、キラーの発動条件とかのレベルを説明するわね。なるほど、早速よろしく頼むぜ。まずはキラーの詳細を紹介していくわね。紹介するのはファーストキラー、カウンターキラー、電撃キラー、バイタルキラー、あとは各ポジションキラーの詳細についてよ。なんとなくはわかるけどわかりにくい部分がありそうだな。まずはファーストキラーね。このキラーは自分が最初に攻撃した敵に効果が発動するわ。さっき敵って言ったけど厳密に言えば種族ね。初めに当たった敵が魔族の場合は魔族全部にキラー発動よ。種族っていうのがいいよな。範囲が広くて助かるぜ。ただ、このキラーの使用上、剣鱗に当たらないとダメージが出ないクエストとかは注意が必要ね。先に剣鱗に当たっちゃったら剣鱗の種族にキラーが発動。ちょっと悲しくなるわ。ボスに当たってキラー発動させてから剣鱗とかに当たるって意識しないといけないんだな。それさえ気をつければ全部の敵がキラー対象になるからね。このキラーはかなり強いわよ。使い方だけ気をつけてほしいんだぜ。次にカウンターキラーね。これは最後に攻撃された敵にキラーが発動。これも敵っていうのは種族でくくられるから、最後に攻撃された種族って覚えればいいわ。でも、これはこっちで調整できなさそうだから発動が難しそうだぞ。敵の攻撃に依存だからな。ボス単体とかのステージとかはいいんだけど、そうじゃなかったら発動が難しい時があるわ。ちなみにダメージボール、地雷、ダメージスモッグ、ターン経過でダメージを食らう毒。これらはカウンターキラー発動の対象外よ。ビットンがダメージボールを展開して10と焼かれてもビットンにキラー発動とはならないんだな。そういうこと。次は連撃キラー。これはちょっと複雑よね。最大倍率を出すのも難しいわ。しっかりキラーの仕様を知っておけば問題ないぞ。連撃キラーは同じ敵に攻撃し続ければ攻撃倍率が上がっていくわよ。同じ敵だから注意が必要ね。これは種族じゃなくて敵単体なんだな。無印は1回殴るごとに 5% ずつ攻撃力が上がって最大 1.5 倍に、M は 10% ずつ上がって最大2倍、L は 15% ずつ上がって最大 2.5 倍、EL が 20% ずつ上がって最大3倍ね。攻撃回数に依存するわよ。貫通キャラだったら攻撃時、大きく減速しちゃうから反射キャラの方が最大倍率を出せそうだぜ。そして、このキラーだけ気をつけてほしいんだけど、たとえ最大倍率を叩き出せてもキラー効果は継続しないわ。どういうことなんだ？継続？例えばファーストキラーをスアビカコネクトスキルで持っているキャラの場合、そのキャラが初めに殴ってキラーを発動させたらキラー効果はそのキャラが次動かすまで継続するわ。だから友情コンボとかにもキラー効果が乗るんだけど、連撃キラーはそのターンのみの効果発動よ。そうか。キラー効果を継続すれば別キャラのターンの場合、友情コンボとかにもキラー効果が乗る。だけどそのターン限りの発動だったら、悲しくなってきたぜ。ちょっと特殊なのよ、連撃キラーは。この仕様だけは覚えておいた方がいいわね。次はバイタルキラーね。これは敵の HP が 50% 以上ある状態で攻撃した場合に発動するキラーよ。これはわかりやすいぞ。気をつける点なんてあるのか？一応覚えておいた方がいいって感じなんだけど、例えば敵の HP が残り 51% だったとするわ。そして、動かすキャラが攻撃して 49% になったとする。そうするとキラー効果は消えるわよ。だから SS が追撃キャラとかは注意した方がいいわ。
追撃 SS の前の攻撃で敵の HP を 50% 下回ったら、キラー効果が発動しなくなるからね。なるほど、そういうことなんだな。意識するかしないかでダメージ量が変わりそうだぜ。普通の攻撃ならそこまで意識しなくてもいいかもしれないけど、追撃 SS は結構ダメージが変わるからね。追撃が割合なら大丈夫なんだけど全キャラがそうじゃないからな。次は各ポジションキラーについてよ。アップポジションとかダウンポジションキラーね。これもわかりやすそうだけどどこか気をつけないといけないのか？これも発動条件に少し勘違いする人がいるんだけど、もちろん各ポジションに対してキラーが発動する。ただこの敵のポジションは配置位置に依存するわ。これがちょっとだけ厄介なのよ。どういうことなんだ？普通のことじゃないか？例えば敵がど真ん中に配置していたら、すべてのポジションキラーは発動するわ。でも、例えば敵の配置が真ん中よりちょっとだけ上配置で画面の下にも敵の絵がかかっていたらどうなると思う？そうなったら下にも敵がいる状態になるからすべてのポジションのキラーが発動するんじゃないか？いえ、違うわ。その場合はダウンポジションキラーは発動しない。え？敵が上に配置されているってことになるから、ダウンポジションキラーは発動しないのよ。これは左右も一緒でちょっとでも左に敵が配置されていたら、ライトポジションキラーは発動しなくなるの。だから敵の絵を見て画面のどこにかかっているかじゃなくて、敵の中心がどの位置に配置されているか見極めないといけないわ。なるほど。絵じゃなくて中心の配置位置で見た方がいいんだな。勘違いしやすい人がいたからこれも紹介しておいたわよ。サンキューベリーマッチだぜ。次は HP 回復系のアビリティについて説明するわ。回復系も結構種類が多くなってきたもんな。まずは普通の回復ね。これは他の味方キャラに当てることで HP が回復するわ。無印の回復で言うと1体当たれば 1.5% 回復、2体目で 6%、3体目で 13.5%、合計 21% 回復できるわね。3体目に当たれれば回復量が多いんだな。1体だけだとあまり意味ないけど、3体当たれたら本当に便利。貫通キャラが持っていたら使いやすいわね。次がドレインね。これは敵に与えたダメージに依存していて与えたダメージによって回復量が変わるわ。そうだったんだな。全く知らなかったぞ。ドレインを持っているキャラが敵を殴れば HP を回復していくんだけど、ダメージに依存しているから SS や剣アイテムとかで敵に与えたダメージが上昇した場合も回復量は多くなるわ。ドレインを持っているキャラが敵の間をカンカンしたら超回復するからめっちゃいいアビリティなんだぜ。次はソウルスティールよ。これは敵を倒したら回復してくれるアビリティになるわ。このアビリティを持っているキャラが敵を倒したらって解釈より、このアビリティを持っているキャラが自ターンで動いている時に、敵を倒したらって考えで OK よ。ということは、このアビリティを持っているキャラ型のキャラが動いている時に友情で敵を倒しても、効果は発動しないわね。逆にソウルスティールを持っているキャラが動いている時に、他のキャラの友情コンボで敵を倒しても効果が発動するわ。キャラを動かしているターン中って覚えておけばいいな。次はリジェネよ。リジェネはアビリティを持っているキャラがいたら HP を回復。特に条件はなく毎ターン HP を一定量回復できるアビリティとなっているわよ。条件がないっていうのは助かるな。何もしなくても回復してくれるんだぜ。リジェネの効果は重複するから例えばリジェネキャラが1体だけの場合、毎ターン2000の HP 回復の効果。だけど艦隊で組めた場合は毎ターン8000の HP 回復の効果になるの。艦隊で組めたりしたら便利よ。塵も積もれば山となるんだぜ。HP 個別ステージで HP が0になった時の幽霊化から復帰することはできないから注意ね。次は回復とはちょっと違うかもなんだけど、超レーザーストップよ。これも説明しておくわね。これもよくわからないんだよな。回復したり結構ダメージ食らったり。超レーザーストップは1回のレーザーの当たり判定で 3000HP が回復するのよ。例えば敵のレーザーでビビビビって連続でダメージを食らう時があるわよね。その1回1回ダメージを食らうタイミングで HP を3000回復するわ。だから1回のダメージが3000以上のレーザーはダメージを食らう。逆に1回のダメージが3000以下なら回復するっていうことなんだな。わかったぜ。次は治癒の祈りなんだけど、クエストで稀に1回発動。発動したら HP を全回復してくれるわよ。タイミングはボスバトルのマップ開始時ね。キスキルリラしか持ってないけど、SAO コラボのキリトとアスナも同じ効果を持っているぜ。ゆえの応援って名前だけどな。このアビリティを持っているキャラを複数編成しても効果は重複しないから気をつけてね。次に耐性について説明するわ。ダメージを抑えてくれるアビリティだよな。無印で 25%、M がついていたら 50% ダメージを抑えてくれるわ。M ってなると結構効果が大きくなるわね。こう見ると実は優秀なアビリティだよな、耐性って。耐性は、主に3種類に分類されるわよ。まずは特定の種族からの非ダメージを抑える種族耐性、特定の属性の非ダメージを抑える属性耐性、そして属性攻撃以外の非ダメージを抑える無属性耐性ね。魔族耐性とか非属性耐性とかあって、その名前によって効果が変わってくるんだな。そして、耐性って怪我減りの身とも効果は重複するわ。これをつけるとかなりダメージを軽減してくれるわよ。
例えば耐性 M に怪我減りの力特エルのみをつけると、耐性 M の効果 50% プラス、受けるはずのダメージ量 50× 怪我減りのみ特エルの効果 0.25 で 62.5% 軽減。これだけダメージを軽減できるから耐性とか怪我減りのみの効果はバカにできないわよ。最近は敵の攻撃も痛いからこれで軽減していければ楽になるな。これは覚えておいた方がいいんだぜ。モンストは攻撃に注目しがちだけど、防御とか回復も気をつけるとクリアしやすくなるからね。次は SS 短縮系の違いについて説明していくわね。これも種類が多くなってきてごちゃごちゃしちゃうんだぜ。まずは普通の SS ターン短縮ね。これも回復のアビリティに似ているわ。最大3体の味方に触れることで SS を短縮できるアビリティで、1体につき SS を1ターン短縮することができるの。3体に触れることで3ターン短縮することができるわ。これは大きい効果よね。これを持っているだけで SS を打てる回数が多くなるからな。本当に強いアビリティだぜ。超 SS ターン短縮は1体触れで1ターン短縮は同じなんだけど、2体触れで3ターン、3体触れたら6ターン短縮。この効果は本当に大きいわよ。まさにぶっ壊れアビリティって感じよね。私はこのアビリティ好きなんだよな。かっこいい SS を多く見れるから最高だぜ。次は SS ターンアクセルよ。このアビリティも便利なアビリティになるわ。これは HP が 50% 未満になった際に、通常1ターンしか溜まらない SS が2ターン分溜まるの。ピンチの時に発動するって感じだよな。特殊エフェクトも発動してヒーローみたいなんだぜ。通常の SS ターンアクセルも便利なんだけど、超 SS ターンアクセルだとかなりいい効果なのよ。通常の SS ターンアクセルだと HP 50% 未満なんだけど、超 SS ターンアクセルだと HP 80% 未満になる。この差が本当に大きくて超 SS ターンアクセルだと、すぐに SS が溜まっていく感じになるわ。鬼丸みたいに SS ターンがそこまでないやつだと本当にすぐに溜まっていくよな。次は SS ターンチャージね。これはちょっとだけ使いづらいと思っている人もいると思うわ。SS ターンチャージは味方3体に触れた際に発動して、3体目のキャラの SS ターンを短縮するわ。動かしているキャラの SS ターンが短縮するんじゃなくて、3体目に当たったキャラの SS ターンを短縮するわ。2体だけ触れても効果が出ないってことが残念だけど、SS ターンを短縮してくれるだけいいよな。SS ターンチャージは超じゃなくて無印から、M、L って形で分けられるわよ。無印は SS を2ターン短縮、M は SS を3ターン短縮、L は SS を4ターン短縮するわ。3体目しか効果が出ないとしても4ターン短縮してくれるのはありがたいんだぜ。次は SS ターンブーストね。これはソウルスティールの SS 短縮版と思ったらいいわ。敵を1体倒す前に自身の SS ターンを1ターン短縮するアビリティで、雑魚が多いクエストだとすごいわよ。敵を倒すたびに短縮ってすごいよな。このアビリティも壊れていそうだぞ。ボス単体のステージとかだと効果が出にくいけど、雑魚が多かったら最高ね。殲滅力が高い友情のキャラなどと組み合わせて使うと本当にすぐ溜まっていく感じになるわ。まだ持っているキャラも少ないアビリティだよな。こんなの多くのキャラが持っちゃったら、モンストがぶっ壊れちゃうからね。それくらいすごいアビリティだから限定キャラとかが多く持っている印象よ。これからはこのアビリティを持つキャラも増えてくるだろうけどな。次はノーダメヒールね。このアビリティを持っているキャラは5体しかいないわよ。バナージ、エド&ウィンリー、ネオ、炭治郎&ネズコ、そしてナミ&ロビンだよな。ノーダメヒールは敵ターン中に敵が攻撃した際、自身がダメージを受けなかった場合 HP が5000回復。この効果は HP が0になっても効果が発動するから、この仕様のおかげで助けられることもあるのよ。たとえ即死攻撃を食らったとしても、ノーダメヒールのキャラがダメージ受けなかったら生きてるんだぜ。この仕様には何回か助けられちゃったわね。終わったと思ったらラッキーって思うことが多くあるわ。高難易度でこれのおかげで生きていたら本当にありがとうと思うぞ。次、SS ターン短縮系最後のアビリティね。壁 SS ターン短縮よ。これは名前でなんとなくわかるんだぜ。壁ってついているからわかりやすいわよね。その名の通り壁に触れるごとに SS ターンを短縮するわ。1触れで1ターン、2触れで2ターン、3触れで3ターン、4触れがマックスの4ターン短縮よ。壁に触れればいいだけだから簡単そうだぜ。敵の間に挟まるステージとかは効果が発揮しにくいけど、それ以外だと発動しやすいわね。壁に触れればいいだけって考えると優秀なアビリティよ。これも限定キャラやコラボキャラが持っている印象が多いぞ。それだけ優秀ってことだよな。降臨やコラボキャラなんかは一体も持っていないしね。本当に強力なアビリティって証拠よ。次は状態異常レジストの使用について説明するわ。状態異常にならないアビリティだよな。これも本当に素晴らしいアビリティだぜ。状態異常レジストは HP が 75% 以上の場合に敵から受ける状態異常攻撃を無効化するアビリティよ。HP75% 以上なら毒とか混乱はもちろん、友情コンボロックやアビリティロックなどの攻撃も無効よ。あまりダメージを食らわない状態を維持できたら一生状態異常にならないよな。ダメージを食らったとしても HP 回復アビリティとかハートで 75% 以上になればその時点で効果発動よ。え？ということは毒の状態だったとしても、ハートとかで HP を回復させたら、毒を回復してくれるわ。この仕様にしてくれた運営様には感謝よ。次はプロテクションについて説明するわね。
これを持っているとダメージが受けづらくなるんだよな。正確には敵の攻撃の威力が一定以下の場合、そのダメージを1にするアビリティよ。1ヒットごとの威力を元にしているから拡散弾やホーミングなどの攻撃には特に有効ね。ホーミングはトータルすると多くダメージを食らうけど、一発一発は威力低いやつあるもんな。それをダメージ1にしてくれるなんて最高だぜ。無力化ラインはそのキャラの HP の約 10% で、加盟のみをつけることでラインの底上げが可能よ。例えば HP2 万のキャラだと一発のダメージが2000までの攻撃を1にしてくれるんだけど、そのキャラの HP を加盟のみで1000上げたとしたら、2100までダメージを1にしてくれるわ。HP に依存してダメージ軽減が上がっていくんだな。これも怪我減りのみと相性良さそうだぜ。怪我減りのみはダメージを軽減してくれるからね。白金みゆきは光属性耐性も持ってプロテクションもあるから怪我減りのみをつけたらカチカチよ。これからはそんなキャラも増えてきそうだな。やっぱり防御系アビリティにも注目だぜ。ちなみに、継続ダメージの毒は軽減してくれないからそれだけ覚えておいてね。次はパワーオーラについて説明するわ。これも持っているキャラが少ないわね。お父様、ネオ、炭治郎&ネズコ、アムロ、そして最近追加された王毅が持ってるぞ。こう見たら、ネオと炭治郎&ネズコは貴重なアビリティを持っているんだぜ。パワーオーラは残り HP が 80% 以上の時、攻撃力が 1.5 倍になるというものになるわ。これは殴り威力だけじゃなくて友情コンボにも適用されるわよ。HP を高く維持できたらいいんだな。状態異常レジストみたいだぜ。効果が発動するパーセントは違うんだけど、発動条件はほとんど一緒のようなものよ。また HP80% 以下の場合も HP が 80% になった場合はその時点で攻撃力が 1.5 倍になるわ。これも状態異常レジストと一緒のような条件なんだな。回復アビリティ持ちと相性がいいぜ。実はパワーオーラを持っているキャラは何らかの HP 回復アビリティを持っているわよ。その中でもアムロとウキはドレイン M っていうぶっ壊れアビリティを持っているからね。パワーオーラの効果を自身のアビリティで発動しやすいキャラになるわ。アビリティの組み合わせって大事だよな。このことにも気をつけてキャラを見ていくと面白いぞ。最後はバリアの詳細を説明するわ。バリアにはハートバリアとかダンボールバリアとかあるけど、今回はバリアについての説明よ。バリアって攻撃を防いでくれるんだろ？詳しい説明とかいるのか？バリアは基本、自分の HP の 33% のダメージ、M なら 45% のダメージを防いでくれるわ。しかも1ヒットの攻撃なら10万ダメージも無効にするし、状態異常攻撃も防いでくれるわよ。バリアって本当に便利だよな。強キャラにしかついていない印象もあるし。でも、バリアを張っている状態でもダメージを食らってしまうギミックもあるのよ。火山クエストのステージダメージ、氷河クエストの攻撃ダウン、密林クエストの速度ダウンなどね。ステージギミックは基本的に食らってしまうんだな。あと、感染毒の攻撃がバリア状態のキャラに飛んできた場合は攻撃を無効にすることができるわ。ただ、自身のターンに触れたことによって発生する感染は防ぐことができないのよ。あくまで無効にできるのは敵から飛んでくる攻撃のみ、そう覚えていたらいいわね。攻撃以外のギミックの多くは防げないんだな。あとは HP を4にしてくる攻撃も防げないわね。あれはバリアを貫いてきちゃうわよ。このあたりも知っておくと便利だな。バリアがあるからって何でもかんでも安心できないってことだ。ではこれで理解困難なアビリティの紹介を終了するわね。まだまだわかりにくいアビリティはありそうだけど、今回で結構知識が深まったぞ。モンストも10年の歴史あるゲームだから、難解なアビリティが出てくるのも仕方ないからね。他にも、今回の動画の感想や他に上げてほしい動画があれば、ぜひコメント欄で教えてね。みんなのコメントとウプ主の気分次第でみんなのコメントから動画にするかもしれないからな。視聴者の皆さんがコメント欄で反応してくれたら私も嬉しいわね。いろいろ見たいと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくな。今回は、紋章ありきで作られた鬼畜高難易度クエストを10個紹介するわ。モンストだぜ。先に注意として説明するとただただ難しいクエストを紹介する動画じゃないわよ。紋章があったらかなり楽になるっていうコンセプトだな。紋章があったら全クエスト楽になるのは間違いないからね。そのことを踏まえて10個紹介するわよ。まずは最近のクエストから天魔の古城6ね。リムルがぶち壊してくれたんだぜ。リムルが出る前はピリカとかが頑張ってくれたわよ。このクエストで出てくる火柱が紋章と相性がいいわ。天魔6には火柱が出るんだな。行ったことないから知らなかったぜ。このクエストは火柱でダメージを食らうことがあるんだけど、できるだけダメージを食らいたくないわ。それはどのクエストでもそうじゃないか？そうなんだけど、このクエストはマップ回復がないクエストなのよ。だから火ダメージを抑えたいわ。そのためにこの紋章の火柱耐性曲をつけたいわね。これをつけなくてもクリアできるんだろ？このクエストは風で火柱が出るところに集められるんだけど、アンチウインドがあれば避けられるの。だけど、普通のショットで火柱のところにピンポイントで止まることもあるからね。そんな時に火柱耐性曲があったら助かるわよ。ダメージだけと思ったら火ダメにも恩恵があるんだな。メインはダメージ増だけど、火ダメ軽減目的で紋章を使うこともあるわよ。この後出てくるけど、ギミックの効果を上げてくれたりもするから、紋章は本当は便利なんだけどね。
初心者お断りみたいな感じで好きじゃないんだよな。話を天魔6に戻すわね。ここではブリーチコラボの筆画や東四郎や人によってはスパイファミリーのロイドを入れている人もいるのよ。このキャラはアンチウィンドを持っていないから、火柱耐性をつけた人も多いと思うわ。ギミック虫にも使えるんだよな。天魔6のアンチウィンドが本当に欲しいのはステさんだけど、今回は紋章の話だから省くわね。次は天魔続きで天魔の古城さんよ。天魔さんでも役立つのか。このクエストでは不屈の必殺の効果が役に立つわよ。このクエストは SS 遅延があるの。SS 遅延の攻撃って確かに面倒くさいよな。SS 遅延攻撃っていうか HP 個別ステージなのよ。だから幽霊状態になるわ。幽霊状態になっちゃうと SS のターンが遅延しちゃうんだけど、これも紋章で防げるのよ。それは便利だな。SS 使いたい時に遅延されたらイラってくるもんな。このクエストは細かく SS を使いたかったりするの。ステージ3とかは鬼丸の SS を使いたかったりするからね。そんな時に何回も幽霊になってしまって、SS を打てないってこともあるわ。それを紋章で防げるから SS を使えなくてステージを抜けれなかったってことは少なくなるわ。SS を使えるありがたみが味わえるぜ。天魔の古城ってキャラが増えたから、ステージによっては簡単になったわよ。だけど、このステージ3だけは実装1年経っても、未だに鬼丸が一番強いわ。そんな状態だから魂の紋章でダメージ上乗せプラス厄介なことは取っ払いたいわね。鬼丸で言えば SS は低ターン数だけど、それでも使えない時は出てくるんだな。そんな時にこの紋章があったら便利よ。次はコラボの紹介をするわ。まずは銀玉コラボの高杉晋介ね。このチャンネルでも何回か紹介したことあるクエストだよな。このクエストは回復の要素がヒーリングボールだけなのよ。それがこのクエストを難しくしているわ。女の子が展開するヒーリングボールは、天使の攻撃力アップと攻撃力ダウンで回復量が変わるのよ。普通はクエストごとにヒーリングボールの回復量は決まっているけど、このクエストは特殊な感じだぜ。通常時は1回触れるたびに約400回復して、攻撃力アップ時は約2700まで回復量が上がるの。でも、ヒーリングボールマスターの紋章をつけると、最大で3000まで回復量が上がるわ。でも、この時って運極もそんなに作られていないんじゃないのか？そうね。この時はまだ紋章の必要性の認知が、今ほど高くなかったわ。だから、運極をあえて多く作ったりとか、そんなユーザーも今ほど多くなかったの。このクエストはヒーリングボールマスターありなしで難易度が激変したらしいからな。反撃時の闇の天使を攻撃すると敵全体が攻撃アップし、光の天使を攻撃すると敵全体が攻撃ダウンする。本当はこの仕様でヒーリングボールの回復量が変わるんだけど、ヒーリングボールマスターをつけたらその仕様をほぼ無視できるからね。これは結構でかいな。つけてないとクリアできない人もいたと思うぜ。ボス戦からはビットンの落雷で約4万のダメージを受けたり、ボスになんかは雑魚のレーザーも同時に受けるから、約7万ほどは HP を残しておくことが必要だったりするわ。開始時の HP を確保するために、ヒーリングボールで回復してクリアするのも大事だったわよ。ここまで格差があるとモンストと言われても仕方がないよな。このクエストがモンストかの走りだという人もいると思うわよ。今はこの言葉もあまり聞かなくなったぞ。次、遊戯王コラボの闇魔陸ね。第2弾コラボが待ち遠しいんだよな。闇魔陸も普通にやって難しいクエストだったんだけど、その難しさを紋章で緩和できたわ。闇魔陸は私は一回挑戦して諦めたんだぜ。自慢にならないわよ。ダメージ緩和できたのはカラクリニードルパネルよ。このダメージをニードルパネル耐性極でダメージ緩和どころか、極をつけると 99% ダメージカットするわ。 99% カットって、ギミックが合ってないようなもんじゃないか。そうなのよ。このニードルパネルはボス1で6000ダメージ、ボス3だと7000ダメージあったのよ。そのダメージを 99% カットしてくれるからね。本当はこのギミックを避けて進むステージだったのか？そうなのよ。それが本当にストレスになって、イライラする仕様だったわ。だけど、紋章をつけたらそのイライラも緩和できる。精神の安定にもつながっていくわよ。それは大事な要素だな。多分、きっと。数はそんなに多くないけど、いやらしい位置にカラクリニードルパネルがあったからね。それをなかったことにできるのはいいことだったわよ。そういえばニードルパネルってなんで飛行で回避できないんだろうな。飛んでいる設定なのに。きっと、あの針はむちゃくちゃ高いところまで伸びているのよ。だから飛行でも避けれないんだわ。あのダメージは針が刺さっているんじゃなくて、針に当たっているダメージだったんだな。当初調べだからみんなは信じちゃダメよ。真相は闇の中ね。次は鱗滝左近次ね。鬼滅の刃地区ミッションの一つだぜ。このクエストのミッションは普通に難しいわ。だって、水属性クエストに非属性キャラで臨むんだもの。最近のクエストなら普通の究極でも危ない時があるのに、超究極の難しさで反属性ミッション。これは泣く泣く諦めた人も多いんじゃないかしら。受けるダメージも半端じゃなかったもんな。そんな中でもこのクエストではカラクリニードルパネルが出てくるわ。ダメージは低くて5000、ダメージが高い方は1万になるわよ。1万、そんなのすぐに HP がすっからかんになっちゃうぞ。普通だとそうよね。
だけど紋章があったらこのカラクリニードルパネルは対策できるのよ。闇魔力と一緒のニードルパネル耐性曲だな。ニードルパネルのダメージを 99% カットするやつ。その通りよ。これを利用すればニードルパネルは気にならなくなるわね。むしろニードルパネル耐性を使わないとクリアできなかった人も少なからずいたはずよ。難しいクエストには魂の紋章は必須と考えても過言じゃなさそうだよな。特にこのクエストみたいに反属性だとダメージも普通じゃ期待できないからね。大水の心得で水属性への攻撃倍率 1.25 倍もつけておきたいのは正直あるわ。本当に最適性キャラでもダメージが出にくいからね。このクエストの最適性キャラはかまど炭治郎だよな。お次はワンピースコラボのカイドウよ。ボロロロロロロだぜ。カイドウは非属性ミッションがあったり、転送壁があったりと大変なクエストよね。アンチ転送壁キャラの適性も少なく大変だったよな。カッパワンパンでなんとかクリアできたって人もいたわよね。難しいイメージがあったわ。ワンピースだからなんとかクリアしたいって人は多かったんだぜ。このクエストでも紋章が助かるシーンはいろいろあったわ。ここでは2種類用意したいわね。2種類もいるのか？そう、耐属性の心得とか耐弱の心得以外にも2種類つけたいものがあるわ。まずは不屈の投力ね。これは攻撃力ダウンの効果を無効にするわ。毎ターン攻撃力を下げてくる敵がいた記憶があるぜ。そうなのよ。このクエストだけじゃなく、すべてのクエストで攻撃力ダウンは辛いわ。それをこの紋章で防げるのよ。この効果はあった方が楽に進めるわよ。狼みたいな奴が攻撃を下げてくるんだよな。初手で倒せたらいいんだけど、位置によっては初手で倒せない場合もあるのよ。そんな時、不屈の投力があったら助かりまくりよ。この効果は実はいろんなところで役に立ちそうだぜ。次は不屈の必殺ね。SS ターン遅延効果を無効にするわ。これはさっきも紹介した天魔の3でも役に立つやつだよな。ここでは雑魚が SS ターン遅延をしてくるからね。不屈の必殺で SS ターン遅延を防ぐわ。特にカッパワンパンをしていた人は、この紋章をカッパにつけていた人もいると思うぞ。カッパは SS 目的で連れていくことも多いから、カッパにつけるシーンも多くなるわね。天魔1でカッパワンパンクリアしていた人も、不屈の必殺の紋章をつけていた人はいたと思うわよ。カッパのためにあったんだな。納得したぜ。それは違うわね。次は豪絶から紹介していくわね。シャンチでは紋章があった方がいいわ。豪絶でも役に立つんだな。モンスト YouTuber で紋章を付け替えているのを見たことあるぜ。シャンチでは条件があったりするけどね。まあ、あった方がいいのは間違いないけど、もったいぶらずにその条件ってやつを教えてくれよ。まずは SS ワンパンをする場合ね。この時は SS ワンパンキャラにつけた方がいいわよ。不屈の必殺だな。これはもう完璧に覚えたぜ。そう、不屈の必殺の紋章で SS ワンパンキャラの SS ターン遅延を守るのよ。あと、SS ワンパンもキャラの素の状態じゃワンパンができないわ。篠田の場合、超バランスにしてレベルを120、過激で7400以上持って証明得得得とクエストアイテムで 10% 削る。そこまでしてかつ、対光の心得曲と耐弱の心得曲を紋章でつけないといけないわ。紋章以外にもやることはあるけど、これでワンパンできるのなら頑張る価値はあるよな。シャンティの場合は闇と余輪の弱点効果アップとか、クエスト注目をつけないといけないけどね。PS もいることはわかったぜ。次は電線抵抗よ。これは電線切りの電線を無効にするから、同キャラの複数編成時におすすめね。電線切りのせいで同キャラを組めないこともあるもんな。中ボスとかボスが電線切りを出してくるのよ。その時の火ダメを抑える時に欲しいわね。このクエストは今はアビスが本当に強いから、アビスを多く使いたい時は紋章をつけたいわね。強キャラが複数編成しにくい時は悲しくなるもんな。次はハービセルね。ラッククリティカル必須のクエストだよな。このクエストは年始キャラの役も絶対のクエストだったからね。その役も含めたキャラすべてで、強化すればするほど雑魚のワンパンがやりやすくなるわ。クリティカルで弱点を殴るんじゃないのか？基本はそうなんだけど、ヤクモの場合、大水の心得曲をつけて8500過激を盛る。マインスイーパーを発動させて、上下左右の壁のうち3つの壁に触れれば弱点に当たらなくても、クリティカルさえ発動させれば倒せる雑魚も出てくるわ。その雑魚の名前は PCG さんよ。あそこで弱点気にせず戦えるのは、本当にありがたいんだよな。そして、攻撃力を盛れば盛るほどヤクモでボスワンパンをやりやすくなるわよ。え？ハービセルってボスワンパンできるのか？できるわ。ここは攻撃力関係ないんだけどね。やり方はヤクモをボスとシールドの間に配置して、SS を使用しつつ縦に薄く弾いて弱点でワンパンよ。SS を使った時にクローバーを回収することを忘れちゃダメよ。壁ドン SS の特性を最大限に利用するんだな。でも、途中 SS ターン遅延攻撃をしてくる雑魚がいるからそれも紋章で防げばいいわ。不屈の必殺。これは本当に多く使えそうだぜ。私も早く紋章力を上げないといけないよな。紋章力は最大7000あれば全てのソウルスキルを使えるようになるわ。ソウルスキル？そんな単語、今まで出てきたっけ？なんなんだそれは？モンスターを強くするための効果の総称のことをソウルスキルっていうのよ。今まで話していた、不屈の必殺とかの総称のことよ。そんな名前があったんだな。これは全く知らなかった。
これからは触れたキャラがスピードアップすることを悪せられた状態、減速率緩和していることをバブリー状態って言ったりするから、覚えていた方が話がわかりやすいわよ。忘れてもテストに出ないから安心してくれよな。次はちょっと過去の話だけど、カルナよ。カルナのクエスト実装初期の話ね。今は簡単なクエストになったわ。カルナがモンストのクエストだったのか。このクエストこそモンストであるという人もいると思うわ。このクエストは雑魚の相互蘇生が厄介だったの。そんな中、ハートが出ない、混乱で味方同士殴り合う、電線切りで同キャラ編成だとダメージを食らう、これだけダメージを食らうギミックのようなものがあるわよ。わかった。電線抵抗だな。これで同キャラを編成したりするんだぜ。それもありだと思うわよ。電線切り対策すればその分被ダメ軽減ができるわ。でも、ここではあえて過激の方に注目させてもらうわ。過激していったら難易度が変わるのは当たり前じゃないか。当たり前なんだけど、このクエストは紋章によって、難易度の変わり方が大きかったのよ。さっきも言ったように相互蘇生があるから、雑魚をできるだけワンパンしたいわ。そのために過激を乗せる必要があったのよ。そのために紋章の力を使って、攻撃力を上げた方がワンパンしやすくなっていたわ。一体どれくらい攻撃力を乗せればワンパンできたんだ？当時の最適性、ベルフェボールで言うと過激で5100、紋章で対水の心得曲でワンパン処理が可能よ。これをやっているやっていないで難易度は劇的に変わるわ。思っていたよりも攻撃力を乗せるんだな。意外と雑魚の HP が高いからモリモリに乗せないと難易度が高かったわね。そんなカルナも今となっては友情で倒せたり、紋章もワクワクのみもなしでクリアできるような状態ね。降臨やイベントキャラクターだけでもクリアできるよな。いつかはハービセルやディクエクスも壊れるのかしらね。インフレって怖いわ。毎年これ以上難しいクエストってあるの？って言いながら、過酷絵になれば超簡単になっているぜ。最後は近畿の極24ね。これも初実装の時の話をしていくわね。近畿の極24は初実装時は難しいって聞いたことあるんだよな。まずはクエストの説明なんだけど、プヨリン最優先で処理する必要があるわ。プヨリンが敵を透明化させちゃうから、最優先で処理なんだけど、プヨリン同士が相互蘇生なの。だから、プヨリンの同時処理も必須になっているわよ。これはよくあるやつだよな。ここまでは難しさを感じないな。次に加速雑魚の反撃で、敵の弱点効果がアップするわ。弱点効果アップ状態でないとダメージが出ないから、加速雑魚の反撃をしてから敵の弱点を攻撃するのよ。これが実は厄介だったりするのよ。反撃で弱点効果アップだろ？そんなに難しいことじゃないんじゃないか？反撃発動しても弱点効果アップが反映されるまで、数秒のラグがあるのよ。だから即弱点を攻撃しても、ダメージを与えられないんだけど、靴でスピードアップしているからね。思っているより早く弱点を攻撃してしまうこともあるわ。その仕様は少しめんどくさいんだぜ。わざとその仕様にしたのかな？そこはわからないわ。しかも、その雑魚も相互蘇生で3体同時処理とかもあるわよ。これは今でもキャラが揃っていない人は難しいんじゃないか？そんな中、救世主となったのが紋章の刹那よ。近畿の極 EX キャラの登場だぜ。当時むちゃくちゃ強かった印象があるぞ。刹那に遊撃特エルのワクワクの実をつけて、対光の心得と対弱の心得などをつけていると、プヨリンを倒した後の雑魚を放電で処理できるわ。刹那をゲットするのも大変だけど恩恵は大きかったわね。友情目的で紋章も使えるんだな。いろいろと恩恵があってびっくりするんだぜ。近畿の極が追加されたりするから、今後も少し注目度も上がっているからね。近畿の極30までクリアできていない人も多いんだろうな。どれくらいの割合いるんだろうか。まだまだ結構いるかもしれないわね。コメント欄で教えてくれると嬉しいわ。みんなのコメント待っているぜ。これでモンストクエストの抽選を終了するわよ。そういえば新しい超究極風のエンプレイラではニードルパネルが多く出るんだろ。ここでも紋章が大活躍するんじゃないのか。超究極の方だったらニードルパネル耐性のソウルスキルは役に立つわね。でも、超究極風の方じゃ無理よ。そうなのか。どっちでも使えそうだけど。超究極風はワクワクのみや紋章による強化は無効よ。モンスポットや挑戦系で強くしないといけないわ。ここではモンストができないんだな。でも、それは超究極風の方だけ。超究極風は1回クリアすればいいだけよ。普段は超究極を周回するからニードルパネル耐性を使って周回するといいと思うわ。そんな使い方をしていけばいいんだな。なあなあ、あと一つ質問いいか？何かしら。私、運極何体か持っているんだけど、紋章力が全然上がってないんだよな。なんでなんだ。もしかして、毎月クリアするバベルの運極を何体も持っているとかじゃない？どうしてわかったんだ？その通りだぜ。紋章力は同キャラで運極を作ったりラックを上げたりしても、ラックの高い方の1体の分しか反映されないわよ。完全同キャラはダメだけど、進化、神化みたいに分かれているやつはいいって感じね。イラスト違いとかはどうなるんだ？クイバタなんて何種類あるねん。ってくらいいるぞ。イラスト違いは紋章力上がるわよ。紋章力は図鑑ナンバーごとにカウントされると思ったらいいわ。イラスト違いは図鑑ナンバーは違うからね。じゃあ同じモンスターの運極を作る意味はないのか。
運極数は増えるから無意味じゃないわよ。運極達成すればするほどオーブもらえたりするからね。紋章力は図鑑ナンバーで運極数は実際の運極の数なんだな。紋章力は運極じゃなくても星6以上のキャラの運だからね。そのあたりに違いがあるわよ。覚えられそうで覚えにくいよな。頑張って覚えて PS もアップさせていくぜ。他にも、今回の動画の感想や他に上げてほしい動画があれば、ぜひコメント欄で教えてね。みんなのコメントとオープン主の気分次第でみんなのコメントから動画にするかもしれないからな。視聴者の皆さんがコメント欄で反応してくれたら私も嬉しいわね。いろいろ見たいと思ったら、高評価とチャンネル登録よろしくな。それではご視聴、ありがとうございました。